こんにちは、ひろゆき Z です。今日は、北九州市のある駅に来てます。この駅はどこでしょう。今日はですね、スマホケースカバーを買いに行くんですね。山田電機があるのでそれを買いに行きたいと思います。ワンマンの中津行きが到着です。駅なぞなぞ、この駅はどこでしょう。です。こんな風にですね、向こうの線路からも列車が来ます。小倉駅です。あまりですね、カメラ回すと駅名が映っちゃうんで、この駅はどこでしょう。あれ、上にも線路があるぞ。はい、あちらはですね、快速の小倉駅ですね。駅などなどです。ん、あちらからも列車が来てるぞ。この駅はどこでしょう。今時刻はですね、1時前ですね。はい、813系の、3編成じゃないです、9両編成の快速小倉駅です。長いですね、9両編成。お、415系電車オリオ行きが来ました。ひろゆき Z です。この駅はどこでしょう。です。415系のロングシートタイプが来ましたね。はい、そこのですね、山田電機にですね、ちょっと、後で行ってみたいと思うんですが、駅などなどちょっとね、あまり回すとね、駅名がね、載ってますんで映せないんですけど、この駅どこでしょう。なんか見たことある景色って分かる方はいるでしょうか。ひろゆき Z の地元です。はい、ヒント、そう、勝山酒店っていうんですかね、あれで勝山酒店があります。昇山っていうかもしれませんね。何酒店っていうんでしょうね。本当はですね、あの上を走る列車を撮りたいんですけどね。駅などなど、この駅はどこでしょう。ヒント、JF の02、JI の02の駅です。あら、見えたかな。はい。光レールスター。小玉レールスターでしょうね。はい、ここはあのね、あの新幹線の駅からこう加速していきますからね。ここからこうビューッと加速していきます。N700 の8両編成です。で、この2番乗り場を列車が通過するそうです。来ました、結構な迫力です。折り返し向こうの線路を走っていくんですよね、あの列車は。この駅はどこでしょう。はい、まあ、駅をまず、ですね、駅を降りたいと思いますので、ここも時刻表があります。はい、上りが少ないですね、ここね。右側通行、階段は右側通行でお願いしますということです。出口がそちらですね、パン屋さんがあります。はい、改札を出ました。あ、こう南口です。は
はい、ひろゆき Z です。この駅はどこでしょう。はい、駅前を出てきました。わかりますかね、これで。こんな感じの駅ですね。もう前にも紹介したことあるんですけどね。ですね、この道を歩いてですね、一駅向こうに駅があるので、そちらの駅前に向かっていきます。先ほどの駅はどこでしょうでした。ここからはですね、ヤマダ電機によって、スマホケース買います。ここローソンができましたね。最近ここ歩いてなかったんで。はい、ひろゆき Z です。私は SO04J という、スマホを使ってるんですけど、そちらのケースを買いに行きたいと思います。はい、ヤマダ電機来ました。ここのですね、駐車場からもですね、結構列車が見れるんですよ。こういう風になかなかいいところです。列車が見れます。あ、先ほどのソニックですね。先ほど通過したソニックが今行ってます。はい、はい、こんな感じです。はい、店内は撮影できないと思いますので、ここで一旦ヤマダ電機に行ったんですけど、カバーはなかったですね。そう、なかったので結局もう買わずに、ちょっと他の電気屋さんを巡ります。スマホケースあったらよかったな。博多のヨドバシカメラに行って買おうかな。どうしようかな。そんな感じでですね、駅などなので具体的な駅名は言わないんですけど、次の主要な駅に行こうと思ってます。いつも列車から見る景色なのを、歩いて見れるともいいですね。はい、市営室町駐車場です。こちらが、紫川です。感じですね。駅間を一駅を歩いていってます。列車が行きますね。でですね、いいですね、いい編成ですね。そうですね、こちらは結構ショートカットなんですけどね、ちょっとですね、まあ、いろいろご事情がありまして、こっちは通らなくて、こっちはちょっと回っていきます。あとお察しくださいってやつですかね。はい、新幹線もね、こうやって行ってます。いいですね。こう新幹線と在来線がちょうど見れますからね、いいですね。で、あとはこちらお察しくださいということで、こっち行くと近道なんですけど、まあ、僕はこっち歩いていきます。ここよく新幹線から見下ろせる景色です。14時5分の、ある列車に乗っていきたいので、そうですね、こんなおしゃれな橋もありますよ。紫川に架かってます。そうですね、14時5分の列車にまた電車が行ってます。14時5分の、特急ソニックに乗れればなと思ってるんですけどね。はい、重力両編成の新幹線、あ、見れたら嬉しいですね。今日乗りたいですね。今日も乗りたいんですけど、ちょっと新幹線はちょっと楽しみにとっておこうという、久しぶりに乗るといいぐらいなんで。わ、信号を渡るの忘れていた。こんな感じで新幹線の駅があるんでしょうね、こんなにゆっくり行くということは。はい、皆さんも先ほどの駅がどこかお分かりになったでしょうか。に向かっていきます。じゃあお察しくださいですね。どうかで食事をしていきたいと思います。はい、駅に向かうひろゆき Z でした。ありがとうございました。あと列車まで20分ぐらいしかないぞ。20分ぐらいしかないからな、渡りたいんだけどな。はい。
かりまーす。ちょっと食事をしながらネット予約しよう。はい、以上北九州市からひろゆき Z でした。ご視聴ありがとうございました。